してきました。透明度はやっぱり高いですね。今3月中旬ですけどね、まあ、風が結構強かったりするとちょっと寒いですね。まあギリギリ入れるレベル、まあ、水に入っちゃえば慣れて大丈夫なんですけど、日中過ごしてる時間帯も汗がバンバン出るって感じでもないですし、まあ過ごしやすいといえば過ごしやすいですね。もう暑くて海に入りたいわっていうような暑さじゃないんですよ、3月中旬。まあ、風がないとね、日差しが暑いなって感じはしますけどね。まあでもやっぱり魚、本当にこう近場でも岩場があるところには魚が結構いて、魚と泳ぐだけでもかなりいいですね。気分がリフレッシュします。